武蔵府中ルシーニュは東京都府中市宮町一丁目100番地に所在する複合施設。2017年7月14日開業。府中駅南口市街地再開発事業計画により、京王電鉄京王線府中駅前に建設された再開発ビルでショッピングセンターと府中市の公共施設、府中市市民活動センタープラッツ。 府中の森芸術劇場文館が入居する。上層外部分には、野村不動産の分譲高層マンション、プラウド府中ステーションアリーナが建設された。武蔵府中ルシーニュの開業とともに供用開始された、南口ペデストリアンデッキ再開発完了後の、府中駅南口。バスロータリーも整備された府中駅南口市街地、再開発事業計画エ地区に建設された。 2011年に府中駅南口第一区市街地再開発組合の設立が認可され、2014年4月に工事着工。当初の計画では2016年度中の開業を予定していたが、2017年7月14日にグランドオープンした。開業日には町開きが行われ、記念式典が開催された。 この再開発計画ではすでに1996年に B 地区に伊勢丹府中店と専門店街フォーリスが入居するホレストサイドビルが竣工。2005年には C 地区にクルルが竣工し開業していた1974年3月に府中駅南口再開発基本計画案が策定されてから実に43年にわたる 府中駅南口再開発事業の総仕上げとして、再開発の目玉となる三つの商業施設の最後に建設されたものである。二千十七年七月十四日の武蔵府中、ルシーニュの開業をもって、府中駅南口市街地再開発事業計画は完了した。武蔵府中ルシーニュの開業に伴い、府中駅南口にもペデストリアンデッキが整備され、武蔵府中ルシーニュ、クルル、 フォーリスの三つの商業施設が、府中駅と直結された。これにより、府中駅の駅ビル、京王府中ショッピングセンターとも直結された。また、A 地区では、武蔵府中ルシーニュの建設と並行して、交通広場が整備され、駅前バスロータリーが新しくなった。武蔵府中ルシーニュ建設工事中の A 地区武蔵府中、ルシーニュの再開発計画段階での概要は、 以下の通りであった。ありがとうございます。